みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は強打の創意の説明文、ほとんどの攻撃に気絶死を追加する、またすでに気絶死のある攻撃の場合にはその効果を上げる、これが実際にどれぐらいなのかを検証していきます。今回の検証を行う上での注意点と参考です。使用するモンスターは下位のゾスジャグラスで、スタン値は約95だと思ってください。減少値は考慮しません。動画が長くなるのを避けるため、一部武器は KO 術の動画を省きます。生放送で検証を行っており、実際には KO 術で確認も行っています。スタン値があまりわからないという方もいると思いますので、参考として、鉄鋼榴弾レベル1が30、レベル2が50、レベル3が100、ハンマーの振り回しが15、狩猟部の前方攻撃が20となっています。それでは実際に確認を行っていきます。まずは体験でスタンチの確認と細かい補正がないかを確認していきます。 KO 術はなしの状態です。頭への攻撃で星のエフェクトが発生すれば蓄積されています。合計4回の攻撃でスタートとなり、1回あたりの蓄積値は24から30となります。この後 KO 術レベル1をつけ、補正が25なら 1.2 倍で30、30なら 1.2 倍で36となり、結果は3回でスタートとなりました。そのため補正に関しては30と思われます。武器の攻撃力などで補正がかかる可能性を考慮し、初期生産武器で確認を行いました。結果は同じで、攻撃力に依存はしません。切れ味による補正を考慮し、紫ゲージでの確認も行いました。結果は上記と同じで、補正はありません。ここまで分かれば、他の武器はただ殴れば確認ができます。使用率1位の太刀で確認をしていきます。スキルは KO 率のレベル5で 1.6 倍の補正を行っています。モーション値での補正ありなしもここで確認を行います。まずは月で確認をします。モーション値は12となっています。一発エフェクトが発生せず、お腹に当たっているので合計4発でのスタンとなります。次はモーション値が月の場合の踏み込み切り24で確認をします。同様に4回でスタンとなり、モーションによる補正はないものと思われます。強打の創意による補正は、仮に10の場合、KO 術で 1.6 倍とした場合、4回で64では届かず、15では4回目で96に届き、20では3回目で96となってしまいます。補正は15という結果になり、太刀で強打の創意を使うということはあまりなさそうです。次に双剣です。リーチが短いので頭を固定するために麻痺を入れてから確認を行います。少し分かりにくいですが、10回目のヒットでスタンしています。つまり1回あたりの蓄積値は10となります。手数の多い双剣で10というのはかなり強いです。ダウン後に来てスタンを狙うという行為はありだと思います。マルチでは鉄鋼榴弾を使う人がいない場合には選択肢の一つになるかもしれません。次に双剣と同じく手数の多い空手剣です。 KO 術はつけていません。結果は7回でスタンとなり、補正は15となります。
双剣と比べると物足りないですが、縦攻撃はスタンチがあるので選択肢には入るかもしれません。次にガンランスになります。ランスも同じ結果だったので省きます。結果は7回でスタンとなり、補正は15となります。他の武器と違い、実戦で使用することはかなり厳しいかもしれません。ヘビーボウガンは3段で確認します。撃っている弾とヒット数に注目してください。3段レベル3打ち、複数ヒットしていることがわかります。合計ヒット数が13から18で3となりました。ヒット数が多いので3段レベル1でも確認をしてみます。合計14から16ヒットレス算となり、蓄積値は一発当たり7という結果になりました。これは非常に強力な効果で、強打の装備を使わないというのはもったいないレベルです。弓はため攻撃で確認を行います。ヒット数に注目してください。合計14回でスタンドなり、ヘビーボーガーと同様1回あたりの蓄積値は7となります。基本的に頭を攻撃する弓で、これだけの蓄積値があるなら実戦でも使わないというのはもったいないレベルです。ライトボーガンは鉄鋼榴弾で確認します。使用する弾はレベル1、レベル2を各一発ずつです。何もない状態であれば合計蓄積値は80です。結果はスタンとなりました。注目したいのが、着弾時にスタンのエフェクトが発生しており、3弾などと同様7の蓄積値と思われます。先ほどまでの結果を考慮し、こちらをご覧ください。動画では強打の装備を使用し、鉄鋼榴弾レベル1を頭に2発入れる予定です。結果は着弾2回、鉄鋼榴弾を2発でスタンしないので、着弾を7とした場合、7+7+30×2発×強打、これでスタンしない値なので 1.35 未満と言えます。その後強打の装備を脱ぎ、石ころ1回でスタンしたため 1.3 倍の可能性が高いです。効果は非常に大きく、鉄鋼榴弾特化ならスタンしにくくなる、3回目以降のスタンの際に使用したいです。鉄鋼榴弾のレベル2とレベル3を両方出る場合には、効果時間60秒を考慮し、鉄鋼榴弾レベル3を打った方がお得です。次に最初からスタンチを持っている笛になります。攻撃方法は冒頭で説明した前方攻撃、蓄積値20となります。合計5回となり、補正は 1.15 倍と少し物足りない結果となりました。武器のスタンチが間違っている可能性もあるので、強打の装備を使用しない状態も確認しておきます。結果は20と思われます。ハンマーは初期値が少なく、減少値にかかっている可能性が高いですが、約 1.25 倍となり、笛と違う補正と思われます。それでは強打の装備のまとめになります。武器の攻撃力、切れ味、モーションによる補正はありません。各武器の補正値に関しては以下の表の通りになります。総中痕、スラッシュアクス、チャージアクスなどは瓶などで状態が変わるので検証は行っていません。各武器の中でも
双剣と弓、ボーガンに関しては威力の上昇も非常に高いため、ぜひ使ってみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。